イザベラ様、必ずファ。その昔、この洞窟の谷周辺はファフニールが暴れ回っていて、今よりもずっと荒廃していたんだ。そんな時、王都に仕える中騎士ジークフリートがファフニールを打ち倒して封印しちまったんだ。え、そいつはすげえな。あ、ジークフリートは竜殺しって名誉な通り名で呼ばれるようになって、先代のヨゼフ王にも気に入られてよ。そのまま王直属の護衛騎士として徴用されて、若くして王都を守る騎士団の団長に任命されたんだ。その時にできた騎士団が今の白竜騎士団の前身である黒竜騎士団ってことだな。ジークフリートは黒竜騎士団の団長になった後も、数々の戦場で武勲を挙げて国民的な英雄になったんだ。俺とランちゃんが黒竜騎士団に入団したのはちょうどその頃だったかな。それでその竜殺しの英雄ジークフリートはこの国の一大事に何をしているのですか？さあな、ジークフリートは今行方知らずさ、国を追われてな。え？国王を惨殺した罪でお尋ね者になり下がっちまった。なんだって？極悪人になっちまったのかよ。竜殺しの英雄が王殺しの狂人になっちまったのさ。まったく笑えねえよ。ランちゃん最後まで信じてたのにな。国以上にあいつが裏切られた。楽しませてもらったぞ。過去にそんな痛ましい事件があったのですね。そりゃランスロットがいい顔しねえのも納得だぜ。ま、ジークフリートは俺らの上官だった男だからさ、いろいろと思うところがあるわけよ。ベイン、無駄話はそこまでだ。ここから先は竜の巣だ。もっと緊張感を持て。了解了解、失礼しました。どうだ、ルリア。何か感じるか？はい。この奥に、ファフニールらしき巨大な力の脈動と、その中にある、シルフ様らしき力を感じます。ってことは、シルフ様はまだ無事みてえだな。あとは、できる限り早くファフニールを倒して、シルフ様をお助けできれば。よっしゃ！そうと決まれば、ファフニールの元へ急ごうぜ！焦りは禁物だ。万全を期し、ファフニールに感づかれないよう慎重に進むぞ。楽しませてもらったぞ。
フニール。竜の眷属の息吹。どんどん気配が近くなっています。洞窟内が震えてます。ごっくり。こりゃ、いよいよ近いぜ。皆さん、いよいよファフニールが近いようですね。イザベラ様、突然どうなされました？ランスロット。いえ、皆さんに伝えたいことがありまして。ここまで見てきた皆さんの実力は本物でした。王都で働いた数々の非礼をお許しください。ランスロット、ベイン、そして皆さん、くれぐれもシルフ様を頼みます。はっ、私の命に代えても、シルフ様を救出します。おや、気にすんな。おいらたちに任せとけってんだ。ファフニールが暴走している。一体どうしたというんだ。私たちの気配に感づいて威嚇しているのでしょうか。いや、あの様子は威嚇ではない。あれではまるで、はい、何かひどく苦しんでいるようにも見えます。近くにいるだけで圧倒されちまうなんてすげえ迫力だぜ。だが苦しんでるならチャンスじゃないか。近づける隙を伺うんだ。シルフ様、もう少しの辛抱です。よし、今だ、行くぞ。いよいよファフニールも目前だ。頼んだぞ。